してたから頭がボンバーなんだけど。はい、ということでですね、前回の動画でいただいたコスメたちでメイクしていくっていう動画をやってったんですけど、前回のその動画で使い切れなかったものたちがあるので、それをね今日は使ってメイクしていこうかなと思います。まずスキンケアからやっていくんですけど、こちらです。じゃじゃーん。こちらがアヌアっていうところのドクダミのスキンケアのセットなんですけど、こちらね送っていただいたんですよ、こちらも。なので最近ね結構ね使ってるんですよ。まず化粧水から塗っていきます。これ人気ですよね、結構。結構私シカとか鎮静系のねスキンケアが好きなので、結構ねこれもいい感じ。なんかねお肌がふっくらする感じっていうか、毛穴が目立たなくなるようなそんな感じを感じました。化粧水も結構シャバシャバで私好みです。これがアンプル美容液ですね。これがドクダミの美容液になっています。ドクダミってさ英語だとハートリーフっていうんだね。ハートリーフって書いてある。こんな感じのちょっと黄色い美容液になってて、結構これはとろみがあって、でなんかドクダミって言われるとね臭いんじゃないかと思うと思うんですけど、私もなんか使う前は結構大丈夫かなみたいな、なんかあのトカゲを取っていたあの日々のあのトカゲがいる場所の匂いがするじゃないかみたいな思ってたんですが、そんなこともなくほぼほぼ無臭かな。あのどこかにかすかにザラホームの匂いがするぐらいの匂い、全然ね臭いとかはないです。乳液マジでかくない？化粧水もそうなんだけど、乳液も化粧水もマジでかくて、そこも結構いいなって思ったんだけど、でこの乳液がサラサラなタイプなので、あのメイク前とか結構使いやすくて気に入ってます。結構ね重たいクリームとかだとメイク前に使うとね、あのメイクよれちゃったりするんですけど、これは結構しっかり私好みの感じのクリームなんだけど、そんなになんかすっごいオイリーな感じとかでもないから結構使いやすいです。これ結構気に入ってます。でも夜とかだとちょっと保湿力が足りないので、夜はね別のものを追加したりするんですけど、じゃあ YouTube の、リッププランパー、こちらもね新しくいただいたやつで、ね、YouTube さんはいつもね新作が出ると送ってくださるんですけど、ありがとうございます。このリッププランパーも結構ねいい感じ。なんか私的にはなんかあのこの先っぽにつく量がちょっと少ないから、何回か塗らないと私が満足する量にならないんだけど、でも結構ピリピリ感もあって、ディオールよりちょっと強いかなぐらいかな。下地前回のミアイスの下地使ったと思うんですけど、結構良かったんですよ。崩れなかったもん。だからちょっと今日もねこれを使ってみようと思います。ドア開けろって泣いてますね。ロコはね自分でドア開けられないんですよ。ロサタンは開けられるんですけど、結構最近私スキンケアにも力入れてるので、なんかちょっと肌ツヤツヤじゃないですか。なんか花粉で最近結構肌の調子マジ悪かったんですけど、結構最近調子取り戻してきてていい感じです。ビブの下地をこの顔の中心に塗っていきます。本当にちょっとだけ取って、崩れやすい場所とちょっと毛穴が気になるなみたいな場所とかにのせてってあげると結構いいです。前回崩れにくかった、結構綺麗だったんですよ一日。それはやっぱビムの下地もあると思う。あの RMK の下地の時あんまりビム使ってなかったと思うんですけど、それがねなんかあの RMK と相性がちょっと悪くて、 RMK も結構このあのなんていうのシリコン系っていうかのが入ってるような感じの下地なので、そうシリコンとシリコンでなんかあのよれる感じがあったのでちょっと相性悪かったんですけど、こういうリキッド系の下地とは相性がいいっぽいですね。本当にねビムの下地はちょっとで大丈夫で、今日はこちらじゃじゃーん、ボーンディスウェイのアンディテクブル24時間マットファンデーションを使おうと思います。こちらねカラーがポーセリンです。指である程度広げてからスポンジで伸ばしていきます。ビームの
フェイスミストをパフにちょっと塗ってからなじませて塗っていきます。なんかこういうちょっと黒い跡みたいなのがあると思うんですけど、なんか私古い枕を出したんですよ、クローゼットから。なんか閉まってた枕があって、うちんちね枕が4つあって、でも4つあると邪魔だなと思って2個に変えて、でその2つはちゃんとあの袋に入れてね、クローゼットの中に入れてたんですけど、久々に出してそれをで寝たら、なんとねダニ？ノミ？ダニか、ダニがすごい多分繁殖してちゃったみたいで、中でウレタンの枕ってすごいダニが繁殖しやすいらしくて、でそれねウレタンなんですけど、でなんか久々に使ったらなんか顔がすごい刺されちゃって、で私ハウスダストのアレルギーがあって、あのダニとか刺されるとめちゃくちゃ腫れちゃうんですよ、アレルギーがあるからか。なんか普通の人だとそんなに刺されても反応しないというか、まあ腫れないんですよね、言うてそんなにダニに刺されたとことで。でも私家族の中で私だけめちゃくちゃ刺されてたりとかすると同じ場所に寝てるのに私だけめちゃくちゃ刺されててめちゃくちゃ痒かったり、ウレタン洗えないしどうしようと思ってめっちゃ腫れちゃって顔で本当や最悪と思って、やばいメイク動画撮れないわと思ってシーラー塗っていきます。メイベリンの M&M とコラボしたやつで、これがねインスタントエイジリワインドコンシーラー、皆さん知ってると思うんですけど、これも M&M とコラボしてこのパッケージになってるわけ。めっちゃ可愛いんですけど、120番と130番をこんな感じで送っていただきました。可愛くない？私は120番の明るい方を使っていこうと思います。120番だと若干黒いかな、でもこのファンデーションと同じ感じの色味かな、ちょっと平気そう。ブツブツの跡もちょっと隠して伸ばします。結構このコンシーラーは本当一時期めちゃくちゃバズったよね。バズったっていうか、あの時代だからまだバズったとかじゃ流行った日本からまだ買えなくてアメリカでめちゃくちゃ流行って、頑張ってねみんなね、日本の皆さんはあの時一生懸命ゲットしてたと思うんですけど、カバー力がすっごいあるとかじゃないんだけど、あの毛穴を埋める力がすごい強いので、あのこういう小じわだったりとかここら辺の毛穴だったりとか結構綺麗に隠してくれます。こちら、メイクキープパウダー、メイクキープミスト、皆さんねご存知だと思うんですけど、それからフェイスパウダーが出たんですよ。蒸し暑い環境でも皮脂テカリを防いでサラサラ肌をキープということで、メイクキープパウダーが出たということでね、こちらね使っていきたいと思います。これからの季節マジでこれが崩れないんであればめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。おー、舞うぐらい、粉が舞うぐらいめちゃくちゃ細かそう。結構片栗粉系ですね、ザ片栗粉って感じ。結構毛穴とかも粒子がめちゃくちゃ細かいから毛穴とかもめっちゃごまかしてくれるというか、結構いい感じ。ただちょっと質感的にはフェイスパウダーちょっと塗ってます感は出るかも。なんかちょっとパサついた感じには見える。パフで塗っても結構ムラムラな感じになっちゃうからブラシで塗った方がいいかも。余分なものをちょっと落として、こちらもメイベリンと M&M のコラボのアイブロウなんですけど、これがねこっちがアイブロウペンシルになってて、こっちがアイブロウマスカラになってるんですよ。すごくね。今日はこれを使っていこうと思います。アイブロウパウダーで軽く埋めます。これはねユアグラムのアイブロウパウダーです。ペンシルで眉尻描いていきます。めちゃくちゃ細いめちゃくちゃ細いの伝わります？めっちゃ細く描ける。なんか意外とそんなに色付きは濃くなくてなんか描きやすい、なんかパウダーで描いたみたいな感じの濃さ。眉マスカラ、なんかちょっとアッシュっぽい色味、なんか明るくなるわけじゃないんだけどちょっと若干存在感が消えるみたいな色味です。
前回ね使わなかったこっちの方のアイシャドウパレットを今回使っていこうかなと思います。ラブライナーのアイカラーパレットのアンバームードとロージームードです。マジで顔がサラッサラ。このロージームードの方を使っていこうと思います。薄めの色取ってアイホール全体に、で下まぶたにもこの涙袋の下に入れるイメージ。そしたらここの濃いカラーアイホール全体に入れていきます。かわいい。結構これいただいてからちょいちょい使ってるんですけど、結構使いやすくて気に入ってます。かわいいよね。キラキラ、こうピンクが強いめなキラキラで、なんかピンクラメって感じなんですよね。今日はちょっと暗めに仕上げたいので、ここをまず取って、ここも色がつくっていうよりかはなんかあのキラキララメって感じなので、二重幅にちょっと深みを出すみたいな感じで、かわいいかわいい、いい感じ。なんか一見暗い締め色に見えるんだけど、色味自体はそんなにつかなくて、もうねなんかピンクのラメが結構入るって感じかな。明るいカラーを取って目頭で、ここのカラー取って下まぶた全体に入れていきます。赤いカラーこの目尻の方、ここはね結構赤って感じだから、使いやすい使いづらい分かれそう。目の際にもちょっと赤みをちょっと足して、なんか下まぶただけだとちょっと下まぶた浮いて見えるから、締め色取ってちょっと目尻に入れていきます。こんな感じですね。ラブライナーから多分アイシャドウパレットに合うような感じのカラーの2色が出てて、このローズピンクブラウンとワインブラウン、今日はこのワインブラウンを使っていきます。結構このアイシャドウと馴染む感じのアイライナーのカラーで、なんか結構アイライン引くとメイクが濃く見えちゃうっていう人とかはこういう色を使ってあげると結構アイシャドウと馴染みが良くておすすめ。で目頭の切開ラインも若干のアイラインで入れます。締め色ちょっと取って下目尻入れます。ビューラーして、ビューラーしただけでやっぱ目の大きさ全然違うんだよな。じゃじゃーん、これがラブライナーのオールラッシュマスク。これはカラーマスカラなんですけど、ロージープラムとアンバーブラウンがあります。今日はねちょっとアンバーブラウンを使ってみたい。パッケージはこんな感じ、ちょっとちっちゃめかな。結構ツヤ感がありますね。あ、もう本当にカラーマスカラだ。でもブラシがなんか小ぶりでめっちゃ塗りやすいです。なんか本当眉マスカラぐらいの塗りやすい。まつげの主張がなくなっちゃうから、まつげで盛るみたいな人はちょっと使いづらいかもしれない。私の場合はちょっと黒やっぱ塗りたくなっちゃう。ちょっとね髪の毛がオレンジの時だったらこのマスカラめっちゃ良かったかもタイミング、ここのね色とかが結構チークに使えるので、これをね使っていこうかなと思います。アイシャドウパレットと同じ色を使ってあげると全体的に、ね、統一感出しやすくなるのでおすすめです。ちょっとフェイスパウダーでサラサラすぎてチークが乗らなかったので、ちょっと若干フェイスミストしてからチークのせていきます。この色が結構いい感じに薄い色なので、なんか使いやすいで、ちょっと濃くしたいなっていう時はこっちのちょっと濃いめの色を取って、若干こうやってね重ねてあげると可愛いかな。ノーズシャドウはいつものマックです。
この目頭にハイライト入れてあげると、なんかこのノーズシャドウ入れた時のこのデコボコ感が綺麗に出るので結構おすすめ。なんか一時期目頭に入れるとなんか目がすごい離れて見える気がして避けてたんですけど、なんか最近は結構好きかも。ノーズシャドウ結構しっかり入れる人だったら目頭入れてもいいかな。最近お気に入りのこのチークなんですけど、このフォレンコスの05番このね、顔の中心に最後ここのにささっと塗ってあげるとすごい透明感がふわっと出る。わかります？ふわっと出て、これ結構最近気に入っててなんか春って感じで好きです。なんかこのセザンヌも一生使ってるはずなんだけど一生減らないっていうちょっと若干目頭ちょっと明るさ足して、あと顎下にも今日は入れときます。リップこんな感じでちょいちょいねリップいただくんですけど、その中でもこっちのピーチベージュ、このモモティーってやつがめちゃくちゃ可愛くって、こっちはマットなんですけどこっちは普通のティント、なんかピンクベージュって感じでめっちゃ可愛い色なの。可愛い、なんかちょっとキラキラが入ってるのかな。うん、結構いい感じ。最後にシェーディング、シェーディングはこのリリミアの01番、これもだいぶ使い込んでるんですけど。